皆さん、こんにちは。モゴモゴもごもご입니다。えー、朝鮮半島に国立、くだら、そして白木が戦っていた三国時代。まあ、実際、かやという国もあったんですが、とにかく、まあ、朝鮮半島の戦国時代と言える、この時期に、くだらが、 建国した後、250年ぐらいになりますが、やっと繁栄期の始まりの動きを見せます。くだらの八大王の小岩が、えー、くだらの制度を整備して、えー、古代国家としてのくだらを完成させて、えー、その後少しずつ領土拡張もしながら、えー、繁岸も確保をしましたね。じゃあ、今度小岩が整えたくだらの国力を基盤に、えー、さらにくだらを強 強い国にさせたのが、鎖国の中山大王の軍兆合湾です。これは以前の動画で説明したと思いますが、この軍兆合湾の時から鎖国は中国とか日本と、えー、まあ交流を始めたのでえ、ものすごく強い国になりましたね。 じゃあ、こういったくだらの動きに、ちょっと危機を感じていた国があって、それは朝鮮半島の北にあった国立という国なんですね。当時の国立は、自分たちの南にあるくだらが大きくなるのをちょっと牽制しようと思って、戦争を起こして攻撃しますが、 えー、当時のクダラはとても強い国だったので、えー、クンチョゴワンの息子、えー、クングスワンの、まあ、活躍によって、えー、国リの攻撃はなかなか、えー、思うままには進まなかったんですね。えー、それでも国リは諦めずず、っとクダラを攻撃して、これで国リにクダラの力を見せないといけないと思った、えー、クンチョゴワンが、ま、あき々にこの戦闘に参加して、ここで、なんと国リの王を殺すという 戦果を上げるんですよ国利としては、まあ、戦争にとても強い国だったので、国利の王が、えー、戦争の途中で死んだというのはかなりの屈辱のことだったんですね。じゃあ、この国王南の息子が、えー、国利の17代王ソースリンワンですが、えー、まあ、父の戦士により、この息子であったソースリンワンが17代王になって、じゃあ、皆さんでしたら、えー、どうですか戦争を自慢として、えー 思っている国、えー、小国の王が、えー、自分の父が戦争で、えー、な、まあま戦死してしまった時に、えー、早速その相手に仇を打ちたいんじゃないんですかそれはまあ、みんな普通だと思いますしかしソースリーン1はとっても頭がいい王だったんですよ今の小国はえー、っとまあ、士気もとても低いし当時、えー、国が安定してなかったので、えー、まずは国の安定が大事だと 思って、えー、早速、えー、国の安定のために全力を尽くします。つまり、仇は後にするんですよね。な、え、ぜ、ー、かと言ったら、まあ、いろんな理由もあったんですけど、一番の理由は、えー、くだらの場合は、えー、北にある国里と右にある白木だけ牽制したらよかったんですが、国里の場合はとても広い平野に、まあ、国があったので、えー、まあ、あちこちすべて敵だらけだったんですよ。なので、くだらだけに集中する することはでできなかったので、えー、とにかく国の安定が大事だったので、ソスリン1は、えー、今個人の、えーまあ、恨みよりは国のために応として、えー、自分がやるべきことを考えたと思います。 しかし、当時のソースリンワンには大きな悩みがありました。王として国を安定させようとしても、えー、やっぱり家臣たちはこういった、まあ、文句があったんですね。父の復讐もしないの。やっぱり、高句麗はタフな国だったので、復讐をしないのか、それに疑問を持っていたと思います。えー、そして、王が戦死したことで、えー、ちょっと、まあ、それを舐めている家臣もいたと思いますね。えー、当時、つまり、ソースリンワンは、王権が とっても弱くなっていました。 今のままでは国理を安定させることができなかったんですね。えー、その時にちょうど、えー、このソスリン湾にいい、えー、話が来るんですが、中国から来た、まあ、使いの中で、えー、お坊主さんがいて、えー、初めて、えー、この国理に仏教というのを紹介するんですが、仏教の教えは、王という存在は今までの前世で、まあ、素晴らしい善を何回も繰り返してきた人のみできるものということで、えー、みんな実え たらしいですね。それを聞いたソースリン湾はこれこそ、えー、追うという存在の価値を高めるような話だったので、えー、仏教にものすごく興味を持つことになります。 え、当時国理は、ま、付属の連合国家だったので、各地域によって神も全部異なったらしいんですが、え、これによって国理が、え、ま、強い国ではあったんですが、何か一つに何かしようとしたら、それがなかなか難しかったという弱点もあったんですね。え、ソースリンワンはこれを克服するために、つまり国理を一つにするために、仏教を積極的に取り入れて、国理全国にお寺を作ることになります。え、この戦略は大政 こうしてて国理の民衆は、えー、このお釈迦様の教えに中ハマってしまいました、えー、なので国理全体に仏教が広がることになり、えー、ソースリー1の王権強化は、えー、成功することになりますちなみにこれをはじめに朝鮮半島全体に仏教が広がったようですね えー、そして、ソースリンワンは仏教だけじゃなくて、住教にも興味を持ちました。えー、住教の教えでは、えー、王に対する忠と、そして、えー、親に対する孝、えー、は人間の基本であるという教えを伝えていたので、えー、これをちゃんと教えると、えー、国立という国が一つになれるんじゃないかなと、ソースリンワンは思ったと思いますね。そこで、ソースリンワンは朝鮮半島最初の大学、低白 というのを立ててえつまり今の大学にあたりますがえこれが朝鮮半島最初の大学と言われていますねそこで人材育成に力を注ぎますこの政策も成功した政策と言われています これが素晴らしいのは、ソースリンワンは他の人だったら30年ぐらいかかった、えー、こういった改革をたったの3年で成功させるんですよ。これが韓国の中で高評価される理由なんですが、3年間国理の国力を回復した王なんですねで。その後2年間戦争の準備をしてて、えー クダラを攻撃しますこの時を待っていたと思いますね。この攻撃によって、クダラは、領土の一部を失うことになりますが、当時、ンチョゴごンは、だいぶ年を取っていたし、クダラでは干ばつがひどかったので、なかなか反撃もできず、そのままクンチョゴごンは亡くなってしまい、その息子、14代王のクングスワンが王になりますが、これで、ソースリン王ンとクングスワンの戦いになります。しかしク、えー、クダラの14代王は、 のクングスワンも、まあ、とても素晴らしいようだったのでお互い攻撃はし合いますがええ記録を見てみると、まあ、これといった結果はなかったようでお互い戦果はいまいちで一歩進んで一歩後退するような戦いを繰り返したと思います。 じゃあ、その中で、ソースリーワン1も即位して、主要4年ぐらいになりますが、えー、まあ、亡くなってしまいます。えー、まあ、しかし、ソースリーワン1は、国理がとても強い国になる基盤を整えたので、まあ、とても素晴らしい王と言われていますね。じゃあ、そのソースリーワン1の次が、ソースリーワン1の弟である、コグ・ヤンワンなんですが、えー、彼も、えー、兄に続き、国理の安定に全力を尽くした王と言われていて、えー、こうやって力を貯めた国理は、 えー、やっと、繁栄期を迎えることになります。その子国、ヤン,ンの、えー、息子が、えー、あの有名な国立の19代を、関ンゲト・テワンなんですね。まあ実際カンゲト・テワンなんですが、国立はテワンと言ったので、じゃあとにかくこの関係ゲト・テワンの登場によって、国利は繁栄期を迎えることになりますね。 えーまあ、この話は来週詳しくやりたいと思いますが、えー、とにかく、ソースリン1は意外と、えー、知られてはないんですけど、国里の歴史でとても重要な王なんですよ。ソースリン1がいなかったら、カンゲトテアンもいなかったということなんですね、えー。私が見てみると、ソースリン1は朝鮮の三大王、イーバン王と似ていて、カンゲトテアンは、後にまた朝鮮半島の二番目の大王と呼ばれる朝鮮の四大王、西條大王と似て てますねえまあ、時代が違うのでブーなのか分なのかの違いはありますが、えー、とにかく朝鮮半島によって国理の中7代をソスリン1はこれぐらい重要な人物ということも覚えてくださいねじゃあ来週は以前からリクエストが多かったんですがやっと朝鮮半島の最初の代を えー、관と手腕の話をしてみたいと思います。じゃあ、来週水曜日、えー、楽しみにしてくださいね。今日も聞いてくれて、ちんち,ゃちんちゃ진ん진よ고마워요。여러분、안녕